持つ絵画のことであるムガル帝国の時代に描かれた絵画であり、ペルシャのミニアチュールを起源としながらもヒンドゥー文化の要素を取り入れ、独自の発展を遂げていった。ムガル絵画の特徴は、肖像画、宮廷生活の出来事、風景、野生生物、狩猟の風景、戦闘風景など様々なものが題材として用いられた。 ロンドンにあるビクトリアアルバート美術館は、ムガル絵画を多く所蔵している、美術館として知られている。第二代皇帝、フマーユーンは、一時期、サファビー町のタフマースプ一世の宮廷に身を寄せていたことがあり、その折に、フマーユーンは、イランにおけるミニアチュールに触れることとなった。フマーユーンは、インドに戻る際に、サイードアリーと、 アブドゥルサマドという二人の絵師を連れ帰った。彼らの作品は後にインドに伝わる絵画文化を吸収し、ムガル絵画と呼ばれる従来のペルシャ式の絵画とは明確な違いを持つ絵画へと成長していった。オウムの尻尾という意味を持つ土生と名付けられた絵画は最初期のムガル絵画であり、フマーユーンの子供アクバルの時代に描かれた。ムガル絵画はアクバル。 ジャハン・ギール、シャー・ジャハーンの時代が最も充実していた。アクバルの時代は北インドの統一がほぼ完成し様々な行政制度が完備した時代であった。また、この時代より文化的繁栄も共受する。アクバルの時代のムガル絵画は数百人の絵師がヒンドゥーの女子師であるラーマーヤナやマハーバーラタを題材としたもの、動物。 個人の肖像画など多くの絵が描かれた時代であった。この時代に、ムガル絵画は洗練されていき、絵画におけるリアリズムと自然主義を追求していく性格を帯びるようになった。続くジャハンギールの時代においてもムガル絵画は充実していった。絵筆の使い方はより洗練されたものとなり、色彩もより明るいものとなっていった。ジャハンギールが絵師に、 積極的に描くように進めたのが、ジャハーン・ギールの自助伝、あるいは、肖像画、鳥類、花々、動物といった、自然研究の対象となるものであった。シャージャハーンの時代もまた、ムガル絵画は発展していったが、一方で、絵画は、徐々にではあるが、形式主義へと転落していった。クルアーンを読むアウラングゼーブアウラングゼーブは、絵画の進行に余り、 関心を示すことがなかったため、ムガル絵画は徐々にではあるが衰退していった。しかし、全く絵画が描かれなくなったというわけではないし、最高の動きは、ムハンマド・シャーから、シャー・アーラム2世が統治していた時代に起こった。一方で、ムガル絵画の潮流を受け継いだ他の地域の絵画が、発展していったことを見逃すことはできない。ラージプートでは、ラージプート絵画と呼ばれる。 独自の発展を遂げていったし、イギリス東インド会社が統治していた都市では、カンパニースタイルと呼ばれる西洋の影響を受けた絵画も登場した。ありがとうございます。